美しい暮らしをキッチンから、もっと料理を楽しむ、暮らしを楽しむ、そんな思いを形にしたリシェル SI。 どうも、こんにちは。どうでしたか、このキッチン使いやすさは。あ、すごく使いやすいです。はい、引き出しとかどうでした。結構軽くさーっと引けるので、とても使いやすいと思いました。リクシルのリシェル SI っていうこのキッチンは、ラクパッド収納って言って、こう斜めに引き出す、テコの力を使ってね、テコの原理を使って引き出せる、あのキッチンになってますね。豊原さん、はい、ご説明ありがとうございます。シンクに関しては何か秘密があるのお分かりですか。なんかこう真ん中の段があって、すごく衛生的で家具置くにはいいなと思いました。はい、その通りです。の真ん中に段があることで、まあ、腰をかがめる必要がなくなるので、あの腰の上の負担も減りますし、また中でお魚をさばいたりですとか、そういった作業をするときも、ワークトップ汚すことなく、ここで水でジャーッと洗い流すことができるので、まあ、そういったことが便利なダブルサポートシンクっていう商品になってます。ね、これ揚げ物とかでね、結構衣つけたりとかも、あの結構汚れるじゃないですか。はい、なんでね、すごく使いやすいし、これ洗えますからね、この汚れたやつが。あ、でここでそのまま調理できるし、何より高さがいいんですよ。このキッチンの天板の高さって、はい、あの身長に合わせてこう、はい、最適な高さがあるんですけど、あ、はい、身長割る2プラス5センチで、あの最適な高さにできるんですね。このリシェルだと、あの5段階で選べるんですよね。はい、通常だと3段階が多いんですよね。はい、このリシェルだと5段階で選べるっていうのがかなり大きな特徴かなと。ダブルサポートシンク、はい、これあのステンレス の, あのタイプのシンクだとこういうのが選べるんですよね。はい、で特徴としては、はい、例えばパスタやそうめんなどの湯切りの時に、はい、その茹で返しが気になるという方いらっしゃるんですけど、はいはい、真ん中に段があることで茹で返しも気にすることなく衛生的に使っていただけます。あ、これは便利ですね。確かに結構気になりますね。下に置いちゃうと気になりますね。そうなんですよ。これあの洗い物したやつとかもこう乾かしにも使えるんですよね。ここに少し斜めに切れ込みが入っているので、まあ、このままコップを置いたとしても水がこっち側に垂れていくような仕組みになってます。特徴としてはあのここはフラットになってるんですよね。この蓋が閉めるとこうフラットになってるので、こういうところがこう物が置きやすく、なってますし、排水口はこう後ろに隠れてるので、あのすごく見栄えもあのすっきりしてていいかなというふうに思います。こうやってフライパンを置いても、あの蓋にならないので、うん、こう水が溢れてくるとか、あのそういうのがないんですよね。あ、それがすごくいいですね。あ、ここに溝があるから、こっちには水が流れていくけど、こう置くと、まあ、台にもなる。でここがすごく広く作られてますので、はい、例えば洗剤だけではなくて消臭スプレーを置かれる方もいらっしゃいますし、そういったところが広くなってます。また、スポンジもそれぞれ食器洗うスポンジだったり、お鍋洗うスポンジなど使い分けてらっしゃる方がいるので、はいはい、まあ、そこも一つ一つのスポンジがくっつかないような作りになっています。動かせれるようになってるんだ。そうですね。はい、じゃあここまでちょっと一連の作業いろいろやってもらったんですけど、はい、あることがあるんですけど、あることって何か衝撃の事実がね、はあるんですけど、はい、何か分かりますか。何だろう、分からないですね。実は、はい、彼女一歩も動かずに全部できたんですよ。確かに確かに。このリシェル SI は、はい、調理される方 の, あの行動分析っていうのをすごく行ってまして、あ、まあ、少しの無駄だったりとか、そういったものが全くないような、最小限に無駄を抑えられるようなキッチンの仕組み作りになっています。ちょっとね、はい、開いただけで、はい、おと、あの斜めに開くのでこう見渡しやすくて、そうですね、で取り出しやすくて、でこの場でこう、ね、出せて、でそのままこうしまえるという形で、あのそれがうまく設計されてるんですね。私が思うに、はい、一番のセールスポイントはちょっと他にあって、っていうのはやっぱ収納力、このリシェルは収納力がすごいんですよね。一回ちょっとかなちゃん引き出し開けてみてもらっていいですか。はい、そう、ここまでね大きく開くんですよね。はい、下の段もこうやって大きく開くんですね。大容量ですね。これあの私自宅だとあのこの辺であの終わっちゃうんですけど、こう一歩下がらないと開けれないっていうね、
はい、それぐらい広いっていう感じですね。このシンク、はい、使ってみてどうでしたか？あ、水洗がこう上でかざして出るのと、うん、あとはここの下でも出るのはびっくりしました。そうですね、はい、これオートのボタンをこれ押すと、はい、下でもこうやってね、あの引くと自動で止まったりとか、はい、上でこう出たりとか、でこれ伸びるんで、はい、こうやってシンクを洗ったりだとか、はい、この切り替えもシャワーにしたりとかもできますからね。このナビッシュハンズフリー水洗は、はい、食洗機との相性がすごく良くてですね、はい、おお、これは自動になってます食洗機を使われる方は基本的にここで予洗いをされるんですけど、はいはい、その予洗いの時にずっと水が出しっぱなしっていうのはもったいないと思うんですよ、はい、でその時に、予洗いした後にここに食器を入れる、この時間でも水が止まってくれるので、はい、すごく水道代またはガス代の節約になります。あとこの塗水の形に注目してもらいたいんですけど、はい、少し扇状に広がっているのが分かりますかね。分かります、分かります。これも普通の水洗とは違って、はい、扇状に広がることでお皿を多くの面積を一度に洗うことができます。はいはい、こうすることで予洗いの時間を最大 39% も削減することができますので、はい、余った時間はご自身の時間に使っていただくことができます。大事ですね、はい、この水洗自体立派で結構値段もするんだけど、ね、毎回自動で止まってくれるから、はい、結果的に光熱費が結構 ね、 そうですね、削減するので、長い目で何年か使ってもらうとこの値段の差額分もこうペイできるぐらいの。でまたこれ食洗機もそうで、食洗機もね、意外とこれ手洗いよりも光熱費が安く済むっていう、はい、言われるデータがあって、そうそうそう、なんでこれ自体もオプションにはなるんだけど、値段がかかるんだけど、数年使ってもらうと光熱費の分で意外とお得にできますし、あと何よりも時短になるんで、ね、結構女性だとね手荒れとか、はい、しやすいから、はい、ね、食洗機だとその辺はいいかなと思いますし、意外と食洗機ってなんかちゃんと汚れが取れるのかなみたいな心配される方いますけど、高温でね洗うので結構綺麗に油汚れとかはね、はい、取れる。リシェル、はい、まあ、すごくねいろんな魅力もあるんですけど、うん、デザインもすごくいいですよね。そうですね、シンプルでかっこいいですね、うん、でこの色もそうですし、この天板、はい、こうキラキラだけど、はいはい、これセラミックトップって言って、まあ、上位グレードのものなんですけど、まあ、リシェルだとそれも選べると。ステンレス天板と銀像台天板、まあ、これはまあ従来の一般的なものだったと思うんですけど、最近ではこのセラミック天板が結構人気でね、硬さもすごい硬いですよね。はい、そうですね。で色もこれ白っぽい色ですけど、なんか違う色も、はい、グレー系の濃い系の色もございます。ちょっとそっちの方に移動してみましょうか。はい、せーの、おっとこっちが黒系の、はいはい、セラミック天板ということで、どうですかこれは。かっこいいですね。かっこいいですよね。上質な感じが、上質、超上質これグレーズグレーという色で一番人気のお色になっております。あ、かっこいいですね。この黒系でまとめるとまたかっこいいし、うん、この水洗も黒あるんですね。そうですね、あとレンジフードも黒、あ、コンロも黒、あ、ほんとだ、ブラックでまとめたテイストになってますね。でこっちのシンクは人大のシンクなんですね。ステンレスじゃなくて、これ実は人大のシンクではなくて、はい、ハイブリッドクォーツシンクといいまして、人大よりもより硬くさらに滑らかさも持った、セラミックトップ専用のシンクになってます。ツルツルですね。少し水晶が入っているのでキラキラした見た目になってますね。しかもこのリクシルの この、ね、こっちのタイプのやつって排水口がこう見えなくなってるから、これもいいですよね。そうですね、かっこいいだけじゃなくて、まあ、3つの大きな特徴がありまして、はい、まあ、1つが熱に強いという特徴があるので、はい、まあ、熱々のお鍋をそのままこの上に乗せてもまた焦げつくことがなく安心です。そうなんです、はい、2つ目に傷に強いという特徴があります。トマトだけ最後に切り忘れた、レモンだけ切り忘れたっていう時も、わざわざまな板を出してこなくてもこの上でささっと切っていただいても傷はつきにくくなってます。便利ですね、はい、ちょこっとしたのでも包丁は傷がつきにくい、はい、で3つ目が汚れに強いっていうところで、例えば醤油とか調味料なんかをこぼしてしまっても、まあ、それがずっと染み込まずにささっと拭いていただければずっと綺麗さが長持ちするという、その3つの特徴がかっこいいという以外にもあります。あ、素敵ですね。
リシェルの天板が選べるんですけど、こちらステンレス。ステンレスはこれなんか3種類ありますけど、全部選べるんですか？こちらのパターンとこちらのパターンですね。あ、サラサラしてますね。傷がつきにくいというかね。そうですね。のエンボスとソフトスクラッチ。まあ、少し細かな傷をつけて、ラブレーションみたいな感じ。そうですね。すごく綺麗なステンレスに仕上がってますね。人造大理石がこれダーッとあるんですね。グループ1が1種類、グループ2が3種類、グループ3が2種類です。3グレードあるんですね。はい、この辺のまあ単色系のものと、ちょっと色味がかかってやつと、ちょっと粒の大きいやつって感じ。そうですね。石っぽいですね、本当に。はい、でこっちが、セラミック天板。セラミックが5種類あります。なんかサラサラしてますね、はい、で色によっても手触りも違いますので、本当だ、それぞれの表情が異なるかと思います。あ、でこっちが扉ですかね。はい、リシェルは7グレードありますので、はい、グループ1からグループ7まで。これグループ7一番高いやつですよ。うわ、これとかもすごいですね。このグループ6とか7はやっぱかっこいいですね。なんか貝殻みたいな。グループ1でも十分綺麗な色味が出てると思います。ツヤがあったりと鏡面だったりとかしますし、木目もあるし、今回はリクシルさんのショールームで、リシェル SI、 こちらのキッチンの、ね、方を説明を受けましたけれども、こちらショールームの方はお休みとかはどんな感じですか？毎週水曜日がお休みになっております。はい、時間が10時から5時、ね、5時までですね。で予約制って感じですよね。はい、来館いただけないお客様にもオンラインでの接客っていうのをやってますので、はい、いいですね。ぜひそちらも予約していただければと思います。はい、ぜひ無料なんでショールームの方にも見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。